いらんからってアイヌ語自然講座です。講師の作田あちゃです。作田さとるくね、担当あなくね、上向きりあんな。はい、本日もよろしくお願いします。作田あちゃん、この木は何ですか？短竹に、アイヌイタクアニ、チクペニね。アイヌ語でチクペニというんですか？チクペニ。日本語では何て言うんでしょうかね。日本語では、はい、これあのエンジュ、エンジュ、エンジュ、木に鬼って書いてね、エンジュ、エンジュ、エンジュ、字が下手くそなんだけどね。で、チクペニ、チクペニ、チクペニ。この木はアイヌ民族はどう使っているんですか？あの昔は墓標に使ってね。墓標、うん、墓標ってあのお墓に立ってるものですよね。墓標、うん、この木じゃなきゃいけない理由とかあったんですか？この木、ほれ、エンジュは匂いが強くて、はい、ほれ、魔除けになるってね。あ、匂いがきつい、うん、匂いが、ね、強いからね。え、どういう匂いなんですかね？もう匂い嗅ぎたい？嗅ぎたいです。じゃあ1回だけだよ。1回だけですか？1回だけね、ちょっとだけよ。あ、はい、ちょっとだけよ。はい、ちょっとだけよ。特別に嗅がし上げるから。あ、きつい。ね、うん、よいしょ。なんか山菜の匂いに近いんですけど、なんかもっと濃い匂いしますよね。濃いね、もっと濃いね。なんかウドとかフキみたいな匂いするんですけど、なんかおーガツンときますね、うん、結構すごい匂いします。だからこれが、うん、慣れたらいい匂いしますね、うん、あー、うん、ね、いいでしょ、うん、いやなかなかきつい。あとほらこれ匂いが強いからさ、はい、あの地方によってはね、煎じて飲んだりね、あ、うん、そういう薬にも使ってたんだって。そうなんですか、うん、あと血圧にね、はい、効くね、成分が入ってなって、花のつぼみにね。でも昔って薬ってなかったよね、手にも入んなかったよね、昔ね。だからいろんな、これ、はい、日本ばっかりじゃないよね、外国だってやっぱりこういうのに頼ったよね、はい、と思うんだよね、うん、サクターちゃん、あのこのチクペニなんですけども、はい、もう僕あのパッと見他の木とはあまり区別つかないんですけど、うん、なんか見分ける方法とかってありますか？あ、見分ける方法ね、見慣れてると分かるけど、見慣れてない場合だったらね、一番確認しやすいのはやっぱし、はい、この皮の特徴、まあ、木によってもいろいろ特徴あるけどもね、はい、こういう表面がこういうふうになってて、皮を破ると破ってね、はいはい、あのこうやって匂いを嗅ぐとね、はい、もう独特なすっごい匂いするから、その方法しかないのかなって思うよね。へー、特徴的な、これのなんかベロベロっと剥がれかけてますよね。うん、そうだね、うん、そう、なんか他の木はね、なんかスベスベしてるんですけども、うん、これだけなんかもう、あ、そうだね、ベロベロっとなって、うん、なんかあんまり気にも留めてなかったけどもね。あ、匂いもすごいですね、うんうん、だからこれ、ね、これ匂いが一番強いからね。だから昔自分の家は炭焼きやってたからね、はい、だからその時によくこの何でも炭にしたから、だから切るでしょ、はい、ほんならもう切ったら ものすごいほれね、あの一番ほれ匂いが強かったからね、これね、切ったらもうすぐほれエンジンの匂いがねしてね。これは結構すごい。鏡さん、そういう匂い感じた時ってないの？いや、僕もあの今、うん、この匂い嗅いで思い出したんですけど、うん、僕のおじさんが登別の熊牧場で、うん、ユーカラの里っていうところがあるんですけど、うん、そこで木彫りをしてたんですよね、その地勢の中で、うん、でその時にいつもなんか匂いがすごい漂ってて、何だろうこの匂いと思ってたんですけど、この匂いでした、うん、ものすごい匂いがきつくて。そうでしょう、うん、じゃあそれを思い出しましたね、うん、これ何かその先ほどあの桑、うん、墓標に使っていたって言ってたんですけど、うん、他に何か使ってたことってあるんですか？桑以外にね、はい、あの俺一番大事なのは柱ね、家の柱あるでしょ。家の柱、家の中にある柱ね、あ、うん、あれ柱にも使ってたのね、はい、でね、柱はね、はい、あの柱はね、イクシペって、イクシペ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 ね、これ柱ね、普通に柱ね、はい、で柱、これ大事な柱ってもう一個鏡さんあるよね。あ、大黒柱、あ、大黒柱ね、大黒柱ってね、あのアイヌ語もあるのね。 あるんですか？うん、あるのね、大黒柱ね、はね、大黒柱、トゥントゥ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 、はい、大黒柱、大黒柱、はい、そういうのにも使ってたんですよ。あとは、小屋のごあるんですね、はい、
でね、あとはほれ、はい、本州にね、はい、いろいろ民芸品、工芸品、あともちろんほれ、床柱だとかにもね、はい、使うのにも本州にね、あの自分も運んでた経験あるしね、だからすごい大事な木、今も商品価値が高いと思うよ、多分作品ね、あんまりないけどね、はい、そうなんですね、ありがとうございます。サクターちゃんのアイヌ語自然講座、パクノカイエレケレー。